キシキシと自分の中の内臓がこう気分が悪い状態になったりとかはい素敵なあなたへ現実シフト専門家の篠崎みどりです今日はこれ現実の変容を加速させるにはというテーマでお話ししていきたいと思いますもしですねあなたの目の前の現実が望まない現実として広がっているのであれば もうちょっととこれをにからなければちょっと何度も動画を見返してみて実践してみていただければなと思いますはいまずずばりやり方なんですけれどもやり方一番最初にやっていく方法は意識を整えること気を整えること心を整えることこれは全部一緒です意識を整えることですねで2番目 には、言葉にして表現すること。これは書いてもいいです。口に出すとなおいいですけど、書いてもいいです。言葉にして表現すること。そして、三つ目、具体的に体を動かしてあげることです。この三つを、まずは最初にインプットしましたね。はい。じゃあ、現実、今あなたの目の前に広がっている現実は。どういうことで、どういうふうに出来上がってきたのか。 というとう本来は原因と結果っていうものがあるといろんなところで言われてたりもするんですけど私はそれはあるるるととも言えるしないとも言言ええしないんですねそ,う、えー、その前にその今というこの瞬間にはそれしか広がっていないので、えー、そもそも原因も結果もないというふうに捉えることだってできるんです。えー、原因と結果っていいうのはいかにももあくまでもその時間軸 で、えー、考えていくと何かその原因となることがあって時間が経った後に結果としてそれが、えー、答えが出るというような状態があるのでその今というこの瞬間には時間も何もないという状態なわけですね。とするならばその原因と結果っていうのもないんじゃないのとも言えたりするわけですよ。でもとはいええー、この動画ではですねそれがあるのかないのかっていうのはどっちだっていいです。あるのはそこに 解釈する自分の意識があるだけなんですよ自分のその現実を判断する意識があるだけつまり心の部分ですね心の部分だったり人によっては思考や感情と言ってあげた方が分かりやすい場合もあります、まあ、何だっていいです目に見えない部分からまずは始まってるんですねそうでじゃあその現実にはそのそれを判断する人がいるのでその現実がいいとか 悪いとか素晴らしいとか素晴らしくないとか豊かであるとか豊かでないとかいろんな状態があるかと思うんですけどもそれを判断しているのがこの観測者である私たちなんですよねそう現実を観測するものがこの意識としているわけですよでその意識である私たち観測者である私たちがその現実を見て見て例えば 最悪な現実だと判断するならばうわめっちゃ最悪もう嫌だもうすっごい嫌だみたいなこうネガティブな負の感情、えー、そしてエネルギーを放出するわけですよねそして、えー、言葉にもそれが乗ってさらに、えー、現実創造が拡大するわけです、えー、嫌だとか最悪だとか気分が悪いとかまあいろんなネガティブな言葉になってくるんですねそして えー、行動に現れてきますもうイライラしてきたり怒りが湧いてきたり体がふつふつとこう痛熱くなってきたりキシキシと自分の中の内臓がこう痛む気分が悪い状態になったりとか、えー、頭がガンガンしてきたりとかそして場合によっては何かを壊す行動だったり怒りを表す行動だったり舌、えー、打ちだったりクソっていう。 ものだったりそのジェスチャーだったり言動ですねそういったところに現れてくるわけですそうでそういうさっきの3つのこの順序覚えてますか意識心があっててて言葉にしてそしそ行動を起こすことで現実がさらにそれを加速してそれを思わせてくる怒りを思わせてくるような現実だったり、えー、気分を悪くさせるような現実として現れてきてくれるんです。 意味わかりますそうやって私たちの目の前の現実は作られているというわけなんですね。ということはいい現実にしたたかったら今のの逆をすすればいいだけのことなんですよ今目の前に広がっている現実をどうであれそれがいいだろうが悪いだろうが判断する前にそれを自分が、えー、ポジティブな意味付けでそうあの観測する判断するならばそれによってその現実は どどどどんどんどんんどん加速しててそののいいものに変わっていくわっくけなんですよだから例えば私の場合お金がないという、えー、最悪な現実があったわけですかつての私は。で、えー、その私はお金がなくて支払いに追われてカツカツで何も買いたいものが買えなくて心がキュ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 しているような状態だったんですけどもこの 法則というか、この宇宙の原理原則を知っていたので、えー、その目の前に起きていることにいいも悪いもないんですよね。それを私がどう判断するか、どう解釈するかだけなので、じゃあ、そのないという現実ではなく、えー、そのお金がないという現実にフォーカスするのではなく、えー、いかにその スクリーンの中現実というスクリーンの中にいかに私が恵まれている存在なんだろうかというところを観測し始めたんですね。うん、あるを探し始めたんですよお金以外にもああるるると思える部分いいっぱいあるわけですよよく私はこの話をしてますけど手足が動くとか、えー、健康にこう切れる体があるとか目が見えるとか自分にとってすごく価値があって恵まれている部分を探し始めたんですね。そしたら 言葉ににもそれが出てくるるようになるわけです。ああ運がいいなーとかああありがたいなーとかああ幸せだなーっていう言葉に出てくるわけですね。でそこで私は一切現実がどうであれ、えー、ないものとか自分をネガティブに思わせてくるようなところにフォーカスするのを一切やめたんです。そう。 そこにフォーカスしたってそれがあの作られていくだ作られ続けるだけだっていうのを知っていたのでもうそれはそのネガティブな現実というのは作られなくてもいいと私の中であったので、えー、ポジティブな現実とかもっともっと作っていきたい現実の方にフォーカスしていったんですね。うん、そしたら体の状態 どうなったかというとどん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 エネルギーが湧いてくる元気が出てくるやる気が湧いてくるような状態になって、えー、病気しなくなくったんですねずっとないものにフォーカスしてたりネガティブに考えがちだった時はすぐに頭が痛くなったりすぐに吐き気がしたり、えー、すぐに下痢になったり、えー、いろんなところに体調不良が現れてたんですけど、えー、そうじゃない。 観測のの仕方をしし始めててからは私の体は私体一気にに、えー、健康なな状態になってきましたもうほとんど風邪もひかないですし病気もしないという状態ですねそんな状態になりました。はい、ということなのでもうとにかく、えー、現実の変容を加速させるならば必ずまずは心の状態意識の状態、えー、ここを整えるのが一番先なんですね。でこの状態がいい 気分が良くて、えー、そしてなんか感謝が湧いてくるような状態だったり、ワクワクするような状態だったり、楽しいと思えるような状態だったならば、えー、そこを思わせてくる現実に、えー、加速させるためには、一番大事なポイントなんですよね。そして、その状態で言葉にしたり、 願いいいを紙に書くでもいいでもすこういう状態になったらいいなという状態を紙に書くでもいいです言語化して、えー、一番最初に現実化がそこから始まるんですけどそれをやっていくわけですよでそれを口にも出してみたり誰かに言ってみたり私はこういう状態になるんだっていうそのルフィの「俺は海賊王になる」ではないですけどもう本当に自分がその未来の理想の状態をずっと言い続ければいいんですよでそれのために言い続けると 具体的にやらなければいけない行動っていうのが勝手にこう体が動いていきます。言ってるので自分がそれを一番聞いてるんですよね。自分が一番その自分の言葉を聞いてるので、あ、そうだ、こういう状態になるんだった。じゃあ私はこういう行動をしなければいけないなっていうのがおのずとその何々ねばならないって今私は口をついて出ましたけれどももう体がそうなってくるというかもう自分自身で動き出すというかそれするでしょみたいな。 あのして当然でしょぐらいの感じで体が動き始めてくるんですよねでそうなったらもう現実はどどどどん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 すすごいスピードで変わっていきますもっともっとその幸せに思わせてくるような現実だったりワクワクさせてくれるような現実だったり楽しくさせてくれるような現実に変わっていくんですね。というよりもそれを観測する自分の意識状態になります。そうすると い,いループがででき始めるんですよねよく負のループが起きている負の現実が起きている人っていうのは今の真逆をやっちゃってるだけなんですよ。ということはそれをまた、えー、ポジティブな方に変えてあげるだけでよかったりするんですよね。なので 加速して現実を変容させたいのはもうたったそれだけ。それをやっていただくとゴンゴンゴンゴイ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 現実が変わっていきますので、ぜひ実践されてみてください。今日のテーマがいいなと思っていただけた方はぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。えー、何か気づいたこととか感想などもコメント欄でシェアをお願いいたします。 私はインターネットを使って自分の好きなことややりたいことを仕事にできておりますこの働き方はですね時間や場所も選ばず働くことができているんですけれどもあの収入もですねお勤めしていた時の何倍にもあのアップしました、えー、やっぱりありのままの自分というか、えー、魂のままに生きていると結構いろんなことがうまく回り出すので、えー、今そういう状態にもなっているのかなと思います でも、えー、実はそれをしなくてもビジネスやマーケティングの知識を上手に使ってあげるだけで実はあの魂に目覚めなければっていうことを考えなくてもその金銭的な余裕を作り出したり自分の好きなことを仕事にすることっていうのは結構簡単にできてしまうんですねただみんなこのビジネスやマーケティングの知識を難しく考えすぎなんですよこれをどれだけシンプルそして簡単に考えることができるか これがとてもポイントになってきますで。私はそれを女性にも分かりやすい方法で伝えていくのが非常に得意なので、それを、えー、教えさせてもらっていますで。そんな働き方もですね、興味があるという方はですね、ぜひ LINE の方に登録をしておいていただけると嬉しいです。LINE に登録していただきますと、明日死んでも後悔しないと思えるぐらい、今日という一日を素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしております。ぜひ受け取ってご覧ください。 えー、現実を変えるには、まずは意識から、心から、えー、内側のエネルギーからです。もうこれさえポイントとして押さえておけば、あまりその困った現実に悩まされることはなくなりますので、ぜひ自分のものにしていきましょう。はい。えー、明日からもそういった、あのー、お話ですね、たくさんしていければと思ってます、えー。チャンネルの方、楽しみにしておいてください。それでは、ありがとうございました。